霊界軍一気にこの風の里に侵攻してくるであろう。さようであろうな。奥方の傷の具合はどうした？霊力が足りぬ。この魔界で存在すら危うい。滝夜叉と住友はどうした？滝夜叉様、住友様ともにお体の調子が悪く、この場には出てこられぬ。わしが軍議での決定は伝える。私の力不足のせいで重衡殿が敵の手に。すみませぬ。お主はいつも敵に味方を奪われるの。すみません。その件は鶴姫様だけのせいではない。ところで高下殿と東太殿の姿が見えませんが。東太の姿が見えぬので高下がそれを追っておる。馬頭と同時も未だ見つからずですが。そのようだ。ジャック、吉秀は見つからずか？見つからなかった。ある、すまない。ある、役に立たねえな。姉ちゃん悪く言うな。ある、吉秀、小太郎、半蔵、誰かとつなぎをつけるのはそうたやすいことじゃないよ。そうやってすぐチャックのことを甘やかすよな。違う。戦力があまりに少ない。千名殿、いかがなさいますか？高橋と東太はいずれ戻ってくる。本陣だけに戦力を集中させるのは危険だ。敵の侵入は極力防がねばならない。大殿。おお、志野、大閣も戻ってきたか。どうせと役目を変わりました。その件はうまくいっておるようじゃな。志野、敵の様子はどうじゃ？目立って様子はありません。信玄見張らせております。敵とてそれほど戦力があるわけではございません。風の里は要衝が多くござれば、それは持ち場を決めましょう。陣立てはいかがなさいますか？我らは東側の入り口を受け持とう。ならば我らは西の砦を守る。御坊西軍と魔界水軍は本陣を守ればよかろう。黒魔術軍だけで西の砦を守るのは難しいのではありませんか？三三郎と右近殿だけでは。なんだよ、俺たちは戦力じゃないっていうのか？死んじゃう。まあな、そうかもです。ガメロンパイセン。志野を援軍に使わしましょう。へえ、これは楽しみだね。どういう意味だ？おや、気に障ったかい？学言通りの意味だよ。それではその陣立てでよかろう。おのおの持ち場につけ。まもなく敵が攻めていきましょう。向こうに魔界少女剣がいることを考えれば、この本陣に主力を送り込むことも可能でしょう。気を抜きませぬ。安成。はい。こうして砦を二人で守っていると思い出しますね。思い出す。大三島のことを。
Thank you.
がここで引き下がろう。お主の忠義のようなものじゃ。忠義大野とは義力でいかぬ。まあよい、魔界の霊力の不安定数はなんとかこれで収まった。